はい、やってまいりました第3回コンパス週1研究室、はい、ありがとうございます。第1回第2回に続き第3回やってまいりました。でこの番組はですね、現在配信中のコンパスの、まあ、最新アップデート情報とか、あとは実況主の方を招いたですね、まあ、実演プレイとかですね、まあ、どうやったらバトル SNS の世界で強くなれるかとか、そういった情報を週1で研究していく情報番組となっております。改めましてコンパス研究室室長ののりまきです。よろしくお願いします。はい、コンパス研究生の食器抜きです。よろしくお願いします。はい、じゃあ今回の、実況者枠の繁盛です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。繁盛さん、よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。はい、あとですね、今日、まあ、天の声ということで、いつも天の声、まあ、林 P に来ていただいてるんですけども、今回は運営1号さんがいらっしゃるということで、運営1号さん、はい、運営1号です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あいつね、いつも3台みたいな、そう、3台、1人で3台使っていろんな方と対戦してきている運営1号さん。運営1号さんが半端じゃない、半端じゃないですね。多分ニコ生ご覧になってる方は多分分かるかなと、あの方でございます。心強いですね、はい、今回は運営1号さんに、まあ、指導役として参加していただいておりますので、はいはい、よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、早速今回繁盛さんに来ていただいてるわけなんですけど、はい、結構プレイされてるっていう情報、まあ、そうですね、一番プレイしてたのも1日多分14時間ぐらいだった。14時間本当になんかもう全てを捨てて、いやなんかこの僕コンパスってやっぱり配信された日よりも前に僕生放送で呼ばれてやってて、まあ、その時から面白かったんですよ。で配信日に夜中の12時にちゃんとすぐにインストールして、はい、14時間ぐらいで今 S6 になります。うわ S6 最高。多分2日か3日ぐらいすぐ行きましたね。すごい、めちゃくちゃやり込んで、すごいですね。今回もリーサルウェポン、そう、リーサルウェポン必殺技ですね。だって林 P 曰く、ね、ユーザーさんの方が実力上って言っていたので、はい、その中でさらに S6 というところからです。とんでもないですね、リーサル。とんでもないかと呼んでおります。よろしくお願いします。3回目にして、そう、3回目にしてちゃんと強いしてきましたんで、ありがとうございます。他の人強いと思いますよ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回の放送もですね、まあ、繁盛さんをお迎えして、はい、まあ、運営1号さんのですね、まあ、アドバイスのもと、まあ、カスタムバトルを行って、はい、その後、はい、アリーナバトルでの本戦での、はいはいはい、実戦をやっていこうと、はい、いうふうに考えております、はい、で今回、運営1号さんからですね、まあ、講座ということでですね、いくつかちょっと申したい内容があるということで、はい、よろしくお願いいたします。そうですね、繁盛さんも結構遊ばれてると思うんですけど、はい、今普段よく使ってるキャラクターとかって、キャラクターはルチアーノっていう、あの男の銃のキャラですね。ルチですね、ルチですね、強いルチ。じゃあちょっと初心者だったり初期ネキさんだったりに説明するっていう意味では、はい、ルチアーノってあの銃を撃つんですけど、はい、1回のモーションで3回攻撃するっていう形のキャラクターになっていて、はい、かなり攻撃力が高めになってるキャラクターなんですね。なので使ってみると多分割と敵をサクサク倒せたりとか、はい、そういったところの特徴があるキャラクターで、あとヒーロースキルが打ち合うのはすごく強力で、サクサクですね、本当に突き止める、あの能力、はい、を止めて気づいたらやられてるんですよね。とんでもないダメージ食らって、サクサクやられてます。そう、なので今日も繁盛さんが使ってもらえると多分時を止めて敵をサクサク倒してっていうような楽しさってところを動画で見せれれば、はい、分かりました。いろんな方に楽しんでもらえるかなと思うので、ぜひお願いします。はい、はい、何使われます？僕はじゃあやはり、はい、1試合ずつキャラを変えるのか迷いますが、やはり2試合でもやっぱ僕ちょっとルチアーノで行こうかなと。分かりました。こいつルチアーノ、これかっこよくないですか？いやかっこいいです、ね、マジかっこいいんですよね。声もいいですね、うん、はい、声もモーションもかっこいいんですよ。かっこいいんですよ。そして強いっていう、はい、最高ですね、うん、そうすると僕と初期ネキはどういうキャラにしていくのがおすすめですか？まず、僕の武器、このキャラクターは後衛武器なんですよね、はい、後衛からはまあひたすら相手の届かないところから敵を攻撃するんで、はい、その前線武器欲しい、前にいてくれる武器はまず欲しいんです。なるほど。なんで、まあ、当たり目とか、はい、そういう足の速いキャラ、まあ、ボイドとかそこら辺の、はい、速いキャラが一人いると、はい、ルチアノがより行きます。じゃあ僕当たり目で、当たり目、はい、当たり目でじゃあ当たりちゃん行きます。あともう一人は、はい、まあ、ルチアノと共に行動できる人が欲しいんで、はい、僕としてはなんですけど、ジャンヌみたいな、はい、回復とかをやりつつ、まあ、そのエリアとポータルとかを取ってくれるものが欲しいですね。なるほど、はい、じゃあ私はジャンヌでお願いします。はい、あのあれですね、罰ゲームで、まあ、そうですね、相当滑りましたね、ジャンヌちゃんね、前回、
はい、まあ、ジャスティスの、ね、使い方も教わってきてますから ね、 今回はジャンヌで行きましょう、学んでいこうと思います、はいはい、アドバイスいただけると嬉しいですね。全然、はい、まあ、当たり目みたいなキャラは、はい、まあ、前でどんどん荒らしていくんですけど、まあ、とりあえず回復は1個あった方がいいです、ね、なるほど、はい、回復は1個あった方がいいです。あとはもう大体好みになっちゃうんですけど、僕結構防御とか好きなんですよね。ああなるほど、確かに防御好きです、はい、防御は、まあ、食らうダメージを、まあ、半減とか 40% とか引くんですけど、うん、まあ、そういうのがあると、うん、一番前に出るんで一番攻撃を受けやすいキャラなんで、うん、まあ、なるべく死なずに敵を荒らしていって、なるほどなるほど、後ろの味方を生かすんで、確かにやられるとね相手のチームレベル上がりますからね、はいはいはい、そうなんですよ。あとは近距離、あの近いの攻撃のカードがあればいいかなって感じで、じゃちょっとまんべんなく、はい、まんべんなくお願いします、入れてみようと思います、はい、でジャンヌは、はい、まあ、ジャンヌはもうジャンヌも防御力とても強いんですけど、はい、うん、俺は防御1個張ったらすごい強いかなと、さらに、はい、さらに硬くなるんで、もう一人であの3人とかに攻撃受けてもジャンヌ立ってるんで、一人でなぜかわかんない、なぜか立ってるんで、あとはまあ一応近距離遠距離もどれでもサポート系のやつが1個と、あとは好きなように入れてくれれば全然、その2つのキャラ本当に強いんで、はい、もう全然カードとかに縛られず好きなように入れてくれても大丈夫だと思います、はい、お願いします。はい、わかりました。わかりました。じゃあちょっと繁盛さんのアドバイスをもとに、はい、はい、お願いします。バッチリの解説ありがとうございます。ありがとうございます、本当にありがとうございます。ありがとうございます。もうガッチガチやり込んでるんでね僕どのキャラとどのキャラが組みやすいかとかも大体わかるの、はい、でどこをやります、ステージ。俺も安城さんのおすすめのところで、うん、おすすめ、はい、やっぱり初心者だったらやっぱりなんか変な入り組んでないトレーニングステージでいいんじゃないですか、普通じゃ広げててみたいな。確かに、はい、じゃあ始めます。あ、ちょっと待ってください。あ、はい、来た、お、女子力の高いチームですね。女子力高いチームに進みました。パワルムですね。いい、じゃあこれで、ね、バトル開始させてもらいます。はい、いやこれ相手の編成ね、なかなか硬いですね。おボイドがルチアーノにめちゃくちゃ強いんで、あ、はい、ちょっと苦手なんですよね。なるほど。でこの曲はルチアーノのテーマ曲、そうですね、これ来た瞬間うわーってどっちかにルチアーノがいるっていう、まあ、あとは、はい、まあ、戦う時に気をつけなきゃいけないのは相性ですね。相性、はい、キャラの相性もあるんですけど、カードの相性というのがあるので、はい、まあ、相手に一番左の部分に、名前の左の部分に色がついてると思うんですけど、属性ですね。そうそうそう、属性を生かして戦っていかないとなかなか厳しいですね、はい、でルチアーノみたいな攻撃キャラだと一番属性を見なきゃいけないキャラだと思うので、あ、確かに、はい、属性の相性があると防御力せっかく高くても、そうなんですよ、防御力が低いんで相手も詰めてきますね。確かに相手結構早めに詰めてきますね。これまずいですね。あ、いっぱい来た、いっぱい来ました、真ん中、逃げよう。当たり目で、でここで、まあ、僕が一方的にリリカを今ボコしていくと、はい、でこれで今僕めちゃくちゃ詰められてるんですけど、はい、私狙い撃ちされてるんです。狙い撃ちされてる。狙い撃ちされてますね。なるほど。でも今 4-1 で全然勝っているので、全然焦んないで問題ないかなと、はい、で今僕が今苦手なボイドカードを使って今倒しました。なるほど。で次にまた出てくるのがこれですね。こいつもジャンヌも倒していくと、はい、で基本的にこのルチアーノは射程が長いので、わざわざ相手に近づかなくていいんですよ、はい、なんで自分のポータル内で戦っていると、はい、スペシャルが溜まりつつ相手を倒すことができるんで、なるほど、非常に使いやすいキャラとなってます。ひたすら相手を倒していくと、そうですね、はい、確かにこのマップだと、そうなんですよ、広げてるん で、うん、で今当たり目の必殺を出してるんで、全然安心して味方に任せていけるかなと。で、まあ、ここで時を止めます。あ、来た、はい、まあ、確実に1人は持ってきるんで、そうですね、まあ、修正が入って時間こそ短くなったんですけど、はい、まあ、とりあえず1人持っていけるスペシャルと考えれば、何も問題ない強さですね。確実に1人持っていける、そうですね、ないですもんね。これは強すぎるかなっていう、やはり、うん、やはり強いです。でもやっぱりたまりにくいんですよね。だから1試合に1回打てればいいかなみたいなスペシャルなので、これジャンヌも落としていって、いいですね、これまたリリカも倒していくと、お、まあ、もうここまで来ると僕多分リスポーンキルみたいな感じの扱いをしてるんですけど、すごい一人で相手を抑えてるね。ポータルの方を荒らしてくれれば、まあ勝てるかなって感じです。
ジャンヌも知ってと。ジャンヌ強いですね。すごいですね、ジャンヌ。ジャンヌ本当強いですね。僕集団忍者受けてますよ。ジャンヌ。さあこの間にポータルを取れれば嬉しい。はい、なるほど。じゃあちょっとポータルをゲットします。はい、もうだって僕今2人来てますから、僕のとこ僕の視点見てる。はい、というわけでこれは、まあ、僕の力ますけど、やっぱりポータルを取ってくれたこの味方2人に感謝していきたいなと。はい、圧倒的ですね。そうですね、多分1回も死んでないですね。死んでない、死なずに一番前にいましたね。どちらかの7キルで6140ポイントと、はい、6000。まあこれはもう誰でもできますよ。これいやいやいや、この動画見たらもう誰でもできるようになると思うんで。はい、あれ所長、いやちょっとそうですね、いや僕所長、僕のキル数の多分ほぼ4分の1ぐらいですよ。完全にごっちゃんしてましたね。あれ、はい、さんが削った、僕が削ったやつ、なんかたまに俺倒したやつだよなみたいなやつ、なんかちょろっと当たり目がなんか猫パンチみたいなのして、僕が銃で削ったやつ、なんかいいとこ取りで 10% ぐらいしか僕ダメージ与えてないと思います。はい、でもちゃんとポータルを取るという動きをしてくれたので、はい、ありがとうございます。よかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。運営1号さん、どうでしょうか今の戦い。そうですね、完璧だったんじゃないかなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱり一応そうですね、繁盛さんがルチアーノ使うってことで、はい、防御力高いキャラで、ルチアーノは3回攻撃するので、その分防御力の恩恵をこっちが受けるので、それで勝てるかなと思ったんですけど、なかなかやっぱり強かったですね。そうですね、はい、ありがとうございます。やっぱもう指示も的確でしたね。はい、指示がね、的確なんですよ。本当にバトル中僕が喋ることはなかった。確かに喋ってない。完璧な指示をしてもらえたようなので、さすがですよ。本当にありがとうございます。この気持ちよさのまま、はい、次はアリーナ。アリーナ行きます、はい、行っちゃいましょうか。アリーナ強いですよ、普通に。じゃあ部屋建てます。はい、いや、立てちゃいますよ。お願いします。チームメンバーを募集して4194で、はい、4194。いや、これいいですよ。なんかこの、はい、友達とかと一緒にできるっていう。そうなんですよね、うん、やっぱりこういう風にリアルで声かけ合いながら、そうそうそう、なんか学校とか会社の休み時間とかでやっていただくのに本当に向いてんなっていう、はい、職人さん、またそうですね、これですよ。これですよね。はい、あ、そっちじゃないです。僕第3回ですよね。僕第3回じゃないですか。はい。あれ？天の声からも初めてのアドバイスをしっかりしてください。ちょっと。はい。カットでお願いします。カットでお願いします。これ多分カットされないです。でもいい感じだから。じゃあ、はい、この3人でやっていきたいと思います。はい。じゃあいきます。バトル開始で。バトル開始で。いや、こうマッチングがマジ早いんですよ、早いですよね、このゲーム。なんでこんなにサーバーが優秀なのか俺にはわからない。本当にめちゃくちゃ早い。マッチングされました。本当に早いマッチングが。いやー、来てしまった。ルチアのデマック相手にもいそうだけどな、どうだろう。このチャットね。このチャットです。このチャット。さあ、相手かないる。いやー、ルチアがいるか。てか相手ほぼ同じ。ほぼ同じですね。いやー、やばい、マルコスがいますけど。そうですね、じゃあ僕はちょっとかく乱を。そうですね、お願いします。そして、じゃあ僕とりあえず A 取りに行きます。はい、多分この編成だとあんまり焦らずにじっくり取っていけば勝てるんじゃないですか。じゃあ B を取りに行きます。はい、多分ね、 B ね、今行ってますよ、一人。あ、行ってますね。やばい、しかもルッチーですね。いや、ジャンヌだったら大丈夫。ジャンヌだったら落ち着いて処理すれば問題ない。落ち着いて処理、うん、俺が助けに行く。あー、確かに、かっこいいですね、今の。優しい。逃げたぞ、相手。ちょっと俺の圧が強すぎたか。俺の覇王色の覇気感じちゃったか。ちょっと待って、この人を攻撃するか。待って、このマルコスなかなか。お、ジャンヌが取りに来たな。さあ、相手のジャンヌが俺に近づいてきたので、ぶっ放して。あ、ちゃんとこの人属性理解してるな。ちょっとマルコスとか気をつけた方がいいっす。ちょっと強いっす。そうっすね、強いっすね。やばい、いや、マルコス来てる。やばい、マルコスが俺の子倒してきてる。やるな、相手。普通に相手上手いんだが。上手いです。上手いっすね。ちょっとやばい、相手のマルコス逃走してる。こいつ逃がすな。まずい、まずい。いや、これね、先読みする。よし、マルコス倒しました。はい、ありがとうございます。相手のルチアーノがいるので倒していくと。はい、取られてます。はい、んで、ナイスです。よし、いや、ここで1個取るのでかいですよ。で、あとは相手のこのリスポーンの地点なんですけど、お、 B が取られてるんじゃないですか、これ。ちょっと、さて、やってくれてますね。やってくれてるな。じゃあここは弱点の赤で大丈夫です。俺が
助けてあげる。こうやる。オッケー。オッケーオッケー。じゃあ B 頼みます。はい、了解です。B 頼んで。やばい、ジャンヌが。ジャンヌがとんでもない攻撃する。そう。とりあえず、あボコボコにしてやるとか言ってやって見てるかもしれない。やりやがったなあいつ。あのルチアーノ追っかけていきたいけど、俺の後ろに一人来てる。囲まれそうだねこれ。じゃあ防御張っておこう。さて相手のジャンヌの弱点をヒットしていって、おっ、うわ吹っ飛ばしとかすごいの。いや大丈夫です、倒してきました。ありがとうございます。大丈夫です、助かります。で次手前が取られそうですけど、あ、またここにもいますね。消えたな。よし、いや痛がってるよジャンヌが。助けてあげないとな。まとりあえずマルコスに的確なダメージを与えていこう。まあ、基本的にあのルチアーノジャンヌに、はい、あのカードに頼らずに全然、今2人ありましたね。であと B1 人、はい、このねマップを見るのが非常に大事なんです。確かにマップ大事ですね。で相手ここ取ろうとしてるんで、まあ、俺がそれはダメだよっていう感じで。どこ行ったあいつ、どこだ、消えた。あとはここキープすれば勝ちですね、はい、キープです、キープしましょう。いや全然2人ともお上手だったんじゃないでしょうか。 ありがとうございます、はい、僕スペシャル使わなかったですね。確かにだから使うタイミングがなくて、おっ、まさかの俺より、いや、のりま決勝来ました。のりま決勝やっぱりポータル取ってるんでポータル、はい、そうですね。でもあの多分お二人のプレーのおかげで、そうですね、はい、いやでものりま決勝1キルです、1キルです僕6キルで、あ、僅差で負けてる、僅差ですね、ほんと70点。これはもうのりま決勝の勝利ですよ。いやいやいや、これは本当にこれも繁盛さんがだいぶ削って取ってくれたっていうところも、はい、私は何も言えないですゼロ、ゼロ、ゼロ、1770。でもジャンヌってこんな感じになりますよ、使ったら、ね、はい、ジャンヌはこんな感じなんで、これでも味方に多分貢献したっていう、そうそうそう、数字では見えない、そうそうそう、何かな、何かな、本当です、優しい、あったかい現場です。あったかい現場、ありがとうございます。はい、これもあっという間に勝っちゃいました、ね、ありがとうございます。でも味方強くて上でしたね。ああ、上でした。ちょっと最初焦りましたけれども、全然めちゃくちゃうまいですね。良かったチームプレーが、はい、良かったですね、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。これ運営いちごさんいかがでしたでしょうか今の。そうですね。繁盛さんの画面を見ながらいたんですけど、はい、なんか相手のスキルをうまく避けたりとか、近距離スキル出てくるなって時にはちゃんと後ろ下がって避けるとか、そういったところがなかなかやっぱうまい人のプレーだなっていうところでしたね。そういう場合とかってね、はい、格ゲーでもそうですけど、あ、そう、大事ですもんね。はい、カードのモーションみたいなのが一瞬出るんで、はい、そこで一瞬で引くんですよね。あ、はい、で有効範囲から避けることでダメージをとかからない。で試合って3分間あるじゃないですか、で最初の1分ぐらいで相手の持ってるカードを全て把握するんですよね。はい、わかります。なんか味方とかが戦ってるじゃないですか、で相手が出すカードって見えるんですよ、はい、だからそれを見て、あ、こいつ近距離持ってんなみたいな。あ、多分そこ上のレベルまで行くとそれやんないと、あの結局不意をつかれて負けちゃう。なるほど、そんなところまで見てる。そう、全部見てるんですよ。もう自分のプレイ画面だけどね、そうそうそういっぱいいっぱいですけど、走ってる前だけしかちょっとやばいんですよね。なるほど、はい、あっという間の、あっという間でしたね。あっという間の2試合でしたね。あっという間の2試合で、はい、はい、であっという間だったんですけども、はいはい、せっかく今日繁盛さんに来ていただいたので、はいはい、ちょっとまたミニゲーム、またミニゲームと思いました。はい、ミニゲームまたですか。はい、私に傷を負わせた。いやいやいや、もう引くのは誰だ、電流ビリビリペン。電流ビリビリペン。でこれどういうゲームかと言いますとですね、はい、はい、これにちょうど、まあ、ビリビリペン、このうちのどれか一つが、まあ、ビリビリ、はい、電流が流れるんですけども、はいはい、ちょうどですね、このコンパスの画面って、まあ、はい、タップするとキャラクターがセリフを言うんですが、はいはいはい、そのセリフを言うっていうちょっと、なるほど、最後罰ゲームをやって、ね、まあ、締めにしようかなと。これはコンパスに何関係あるんでしょうか、はい、ですね、コンパスの、まあ、キャラクターのセリフを言うっていうところで、まあ、ちょっと無理やり、まあ、関係性を持ってご利用して、はい、なるほど。伊藤さん大丈夫ですか。いや全然、やりましょうか。当たる気はしないんでね。そうですね、はい、3分の1ですから全然大丈夫です。じゃあちょっとまた繁盛さんの画面出せますでしょうか、はい、どうしようかな、どのキャラクターにしようかな。仕事は終わった。ちょっとルチアーノだとかっこいいんでね。かっこいいですね。やっぱりジャンヌですかね。ジャンヌにしましょう。ジャンヌ前回やったんじゃないですか。ジャンヌ、ジャンヌがいいです。ジャンヌがいいです、はい、お好みの問題でした。結構ね、たくさんパターンがあるので、はいはい、はい、あとか言えるとかね、これとかを繁盛さんが言う可能性がある。半端ねえよ、はい、じゃあね、3つこういうに用意させていただいたので、はい、どれか1つ、はい、繁盛さんから引いていただいて。え、これマジでわからないでしょ、はい、見た目で。わかんないです。もうしょうがねえ。じゃあ僕たちも、あ、どうぞ。
半端ねえよ。じゃあせーので押してですね、はい、どこ押せばいいですか。これを押した瞬間に分かるんですよ。はい、あ、はい、で押してビリってなっちゃった人も多分リアクションですぐ分かると思うんで、あ、なるほど。その方がこの画面タップして喋ったジャンヌのセリフを言って言いましょう。はい、はい、じゃあ行きましょう、はい、じゃあ3、2、1行きましょうね、はい、3、2、1。当たってない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 。これ何回確認した方がいい。もう一回確認。もう一回、じゃあ3、2、1。私でこれ完全に当たってますね。これは、うん、これはもう仕方ないよ。これ仕方ないですよ。え、これ僕がタップして言ってもらうとかでいいんですか。そうです、それで大丈夫です。僕多分3回タップするんで3回お願いします。はい、3回タップする。あ、いいですね。3回いっちゃいましょう。あ、3回。これは3回。あ、いいっすね。3回、また3回いきましょう。また、ね、心を込めて。いやー、ほんと私声が当たんすよ、マジで。じゃあ、件数1回いきます。はい、くすぐったいです。で、終わり。はい、はい、くすぐったいです。これ俺ジャンヌかと思った今、うん、ジャンヌかと思った。優しい。ジャンヌじゃないの今。完全に腕上げてましたよ。そうです、ジャンヌかと思った。あ、違うの、制作人です。天の声さんどうですか。空調の音が聞こえるぐらいジャンヌっぽい。ジャンヌっぽい。可愛らしい声が出てました。お、じゃああと2発。あと2発。マジなんだ。さすが。マジで天の声の趣味でしょ、ただろう。でもこれもうやらざるを得ないですからね、天の声さんの。はい、もしかしたらもう一回同じの出るかもしれないね。あ、そうですね、それだったらやりやすい。今の結構短めなんで、はい、じゃあ行きます。はい、お願いします。呼びました。あ、お、これやりやすいですね。はい、お願いします。呼びました。ダメだ、ダメだ、ダメでしたね、今。はい、はい、カットです。これは天の声さん、今のはちょっと、今のはちょっとダメでした ね、 気持ち入ってないですね。じゃあもうあとまたやりましょうか。はい、お願いします。今の、はい、呼びました。うん、この制作人がなんかニヤニヤしてる。誰が得しますこれ。ちょっと一回ちょっと、なんでなんで俺ちょっとやっぱりジャンヌの気持ちを理解した方が、まあ、S6 プレイヤーのプレイヤーなんで。マジっすか。ちょっと気持ちタッチしてください、はい、じゃあ職人さんタッチお願いします、はい、いいの出ろ。あなたの手温かいです。いいの来ました。じゃあ行きますよ。じゃあ行きますよ。はい、お願いします。あなたの手温かいです。お、何が面白いね。でも私よりジャンヌじゃないですか。あ、拍手出ました。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、本当になぜジャンヌでやらしたのかっていう。なぜ俺にジャンヌでやらしたのかっていう。でもなかなかいい締めくくりだったんじゃないですか。本当ですか。僕3回目になったみたいな感じ。うまいことかわされたんだけど。まあいいじゃないですか。多分ね、はい、番組もいろいろ本当に S6 プレイヤーの実力を見せていただいて、はい、はい、これ見ていただけたら幸いです、はい、ありがとうございます。遠距離ですね皆様、はい、強くなっていきましょうということで、はい、第3回目のコンパス週1研究室はここまで、はい、班長さん、そして運営1号さん、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、次回第4回目ですね、はい、まあ、第2回に続いて黒猫さんが見ていた遊びに来てくれますので お楽しみにということで、はい、皆さんまた見てね。バイバーイ。また見てね。また見てね。